三原港午後1時。いらっしゃいましたら、お伝えしたいことがございます。券売所窓口にお越しください。ただいま、13時25分発、広島行き、瀬戸内、島谷ライン、新式化、2番乗り場に入港いたしました。ご乗船のお客様方は、改札ですのアナウンスの後、2番乗り場にお進みください。すぐのご乗船はできませんので、ご了承ください。なお、乗船証、クーポン券などは、船内にてお渡しください。個人でご乗船のご予約をされたお客様、いらっしゃいましたら、座席証をお渡しいたします。ツアーの団体客が降りてきました。待合室は折り返し便の乗客でにぎわっていますが、折り返し便はすべて個人客のようです。青空が出てきました。飛行機が欠航するんじゃないかとか、実際に遅延しましたが、遅延の程度によっては空港からのバスに間に合わない、シースピカの出港に間に合わない、とうとう心配事はいろいろあったのですが、この青空です。タイムリーな感じに、最近ネット上で見た心配事の 90% は起きない、人は起きていないこと、起きないことで悩んでいる。確かにそうとも言えるでしょうが、自然相手では備えが大切。代替手段を検討、確保し、安心を買う的なことをしてから、なるようになれとなったのが今回の私たちです。今のところこの日のランチが予定通り行かなかっただけで、流れはいい方へ流れている、そんな感じです。人でわさわさする前に、乗船準備の邪魔をしないよう気をつけつつ、シースピカ撮影隊です。総動船です。航海中の速度は22ノットまで出すそうで、我々的には駆逐艦島風の約41ノットが高速船の基準としてあるわけですが、22ノットで果たして高速船を名乗っていいものなのかと、沼津の高速船コバルトアローについて調べてみました。代替わりを重ねたコバルトアローシリーズの中に28ノットを出せるものがあった。しかしそれが巡航速度なのか瞬間最大なのか分かりません。シースピカの最高速度は24ノットとのことなので、我々的には高速船を名乗ることに偽りはなしという結論に達したことをお伝えしておきます。ちなみに来月、伊豆松崎東京航路で特別運航される東海汽船の高速ジェット船の速力は最大43ノットで、なんと皆さん、我々が船舶速力の基準としているあの駆逐艦島風越え、残念ながら伊豆松崎東京航路特別運航は予約受付直後に売り切れとなっています。